皆さんこんばんは。数年前にさんと二人きりでしゃぶしゃぶ食べに行ったら口説かれそうになった元男の子の青木かのんです。これ言って大丈夫かな。これ言って大丈夫か。本日は視聴者さんから質問をいただきましたので動画をお作りします。私がツイッターに設置している質問箱にいただいた内容なんですけども、最初に申し上げますが、私は見ての通り性別を男性から女性に変えた元男の子なんですね。でそれに関する今日は質問にお答えしていくんですけども、今回意外にも JK からの質問なんですよ。なんか学校の授業でトランスジェンダーとかその性別変えた人について話すみたいな、なんかスピーチすることを今まで何回かやったみたいで、今学校でこういうことやってるんですね。ちょっと私の頃にはなかったんで、すごいなって思います。いつかね学校の講演とかで呼んでもらえたら頑張りますんで、ぜひお願いしますね。教育機関の方は大事ですよこういうの。もう初っ端からもえげつないな今日動画。雲行きが怪しくなってきたけど、いただいた質問内容がこちら。お尻と人工五感の挿入感覚は同じ説です。こんな風に質問いただいたわけじゃないんですけども、人間って営みとかいろいろすると思うんですよ。で、お尻に棒をね突っ込むのか、それとも私みたいな性別を男から女に変えて、要はポコチンを女性のあれにして作り変えたその人工股間に棒を突っ込む、そのお尻と人工股間に棒を突っ込む感覚は似てるような感じなんじゃないのみたいな。人工股間とお尻が似てるかどうか皆さん今日わかると思いますよ。個人差ありますけどね。私はお尻を使ってその棒を突っ込むみたいな基本的にしたことがないんですよ。で自分で何指で何話してんだろうな。ちょっと待って、何話してんだ。だから私はなんか街ですれ違い際に、あ、女性器 YouTuber だってキッズに言われるんですよ。怒ってますからね。ふざけてないですから。怒ってますよ。二度と言うんじゃねえぞ。うん？だいぶ話が脱線しちゃったんで、なぜお尻と人工股間のその感覚が同じみたいな感じに思われてるかというと、お尻にですね前立腺っていう器官があるんですよ。男性にはお尻の管の横にあるんですよ。で私たちみたいなこう性別変えた人が女性器を作るじゃないですか。作ったその管の横に前立腺が残ってるわけですよ。ならここにお尻の管、人工股間の管、その真ん中にあると考えてください。前立腺が挿入することによってここに圧迫感が伝わり、前立腺が気持ちいいってなるわけですよ。さっき私はお尻でなんかそういうことはないんだみたいなこと言ってたんですけども、人工股間とお尻の感覚は近いみたいなことを噂に聞いていたんで、私まだポコチンついてるけど手術した後の人工股間の感覚を今お尻で確かめることできるんじゃないのみたいな風に思ったから、一人で1回とは言わず何回かチャレンジしたことがあって、それで私が覚えている4つを今から話していきます。1つ目、お尻に指をセルフ干潮した時に私は感じたのは、慣れてないせいか不快感のある圧迫感がありました。決していいものとは言い難いかなと思いました。2つ目、下したような感覚。多分干潮したことがある方だったらわかると思うんですけども、ギュルギュルみたいな、下してるんじゃないかみたいないう感覚が指を引っこ抜いた時に起こるみたいな、全然いいもんじゃないじゃんみたいないう風に当時なったんですよね。3つ目、じわじわと来そうな感じもする感覚。不快感があるには変わらないんですけども、その不快感がある状態をずっと続けることによってもしかしたら違う感覚になるんじゃないのかなみたいな。例えるならかさぶたとか、かさぶためくると不安定な皮膚が出てくると思うんですよ。ちょっとグロテスクですけども、でそれをずっとこうやってガーって擦ってるとさ、そんなことあんまりないと思う。靴ずれって歩いてると擦れて痛いけども、もう歩き続けたら感覚がなんか麻痺してだんだんその痛みを忘れてくるみたいな、なんかそんな風になりそうなんじゃないかって。一番近いのこれだ、粘膜ですよ。結局ね、そのお尻の中だって粘膜なわけですから、ここの目のさ下のとこ、こうやって指でさずっと触るとダメですよ。触っちゃダメだよ。でも一瞬でも触るとちょっとなんか染みるようで染みないような感覚あるじゃないですか。それずっとやってるって感じです。それが気持ちいいに直結するかしないかっていう個人差がある。で4つ目、強い痛みのある感覚。
入れるものの太さとか左右されると思うんですけども、私の場合は拡張をしていこうとしたんですよ。その当時付き合ってた人がいまして、私はねポコチンがありますから女性と同じようにはできません。じゃあ女性と同じようにするために私は今このあるものを使わなきゃいけないと、そのためには自分のこれをね拡張しなきゃいけないと思って、私は棒みたいのを自分で突っ込んだことがあったんですけども、まあ痛すぎて断念しましたね。そういったことに、まあ、使わない、どっちかというと陰より出すっていう方じゃないですか、役割的には構造上、まあ、無理させてるっていうか、なので結局当時お付き合いしてた方ともしようとしたけども痛すぎて断念して、もうそれ以来一切してないです。で中にはあの普通の男女カップルでもむしろそのノーマルなこの営みよりもそういうお尻でやる方がいいみたいな方もちらほらいるみたいで、なんかハマればハマるみたいな、その感覚は私には全くないんでそれ以上お答えはできないんですけども、でお次はですね人工股間のことを話していきます。まず1つ目、不快感は少ないけど圧迫感がある。その手術する前にお医者さんにその人工股間の深さとかある程度の大きさを決めて、それで手術するから、もうそれをするために設計してるわけですよ。このお尻ほど無理はしないような構造になってるんで、不快感はそこまでなかったですね、最初の方は。でこれね、今まで私話したことなかったんですけども、人工股間ですね、引っこ抜く時の感覚がちょっと独特っていうか、引っこ抜く時にみたいな、で別に気持ちいいんじゃないんですよ、全く気持ちいいとかじゃなくてみたいな、それあんまり聞かないんじゃない。3つ目、痒いとは違うけども悪くない感覚があります。そのさっき言った、まあ、まぶたウィーってやってるとなんちゃらかんちゃらみたいに言ったじゃないですか、じゃなくて性的快感を得るための神経を残してるんで、ある程度、まあ、男性の時みたいなほどの快感はなくてもふわっとした感じで、なんか痒いとさ、こうやって書くとなんか気持ちいいじゃないですか、それに近い部分もあるんじゃないのかなと私は思ってて、それは他の人には当てはまるかどうかわかんないですけども、多分一般の女性の方々のこういう風にこうなったら感覚あるよねみたいな、ある程度一致すると思うんですよ。ただ私たちはその手術によって作り変えたものなんで、私はかゆいところを書いた時になんかすっきりするみたいな感覚がほんの少しあるみたいな感じです。4つ目なんですけども、強い痛みは最初あるけどもダイレーションで慣れるから特にそこら辺は問題ないと思います。ダイレーションっていうのは簡単に説明すると、もともと人工股間は作り物の穴なんで、本能的に脳がこれは傷口なんだみたいな風に判断すると思うんですよ。ピアスと一緒ですよね。ピアスって放置してたらさ閉まっちゃうじゃないですか、なので透明のピアス入れますよね。それと似たような感じで私たちはこんぐらいのですねダイレーション棒っていう棒を毎日やるんですよ、手術直後は。でそれがまあ最初の頃は地獄なんですよね。傷口をこうやってえぐる感じでもうズリ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 やるんで死にそうな記憶が蘇るんですけども、まあ、それを経てその傷口が安定して、まあ、今でいう人工股間っていう地位を確立するわけなんで、やっとじゃあ営みしますってなった時でも、まあ、多少痛みみたいな伴うかもしれないんですけども、そんなに問題はないのかなって思います。私のこの感覚がちょっと経験不足なところもあるんで、うまく皆さんに説明できたか分かんないんですけども、他の元男の子さんとは真逆だったりする可能性もあるんですよ。それがですね、手術をした元男の子さんでも営みはそのお尻で未だにやるっていう方がいるんですよね。手術直後は嬉しいって言って女性器で営みをするです、大体は。でもあれなんかお尻の方が良くないみたいな風になるらしいんですよ。それがね、私はもう一切慣れなかったっていうか、うん、むしろ経験できてないんで自分でこうやって干潮してるだけですからね。他の人たちはちゃんとそういうことを経てから手術っていう段階を踏んでるんですよ。私はってやってお銀玉をでポコチンを、他の元男の子さんはっていうわけなんですよ。ならもう完全に経験不足の差です。結果なんですけども、私は最初のステップで痛くて断念してるんで、私以外の元男の子さんたちは多分人工女性器よりはお尻の方が気持ちいいっていう、なので人工股間とお尻は
気持ちいいのまでの過程は似てるようで似てないけど、感度は親戚のような感じ。その気持ちいいに到達するまでの、なんか複雑っていうか、なんか微妙みたいな感じは似てるけども、気持ちいいになった時の感覚は前立腺っていうものがどっちにもリンクされてるわけですから、体感的には親戚のようなもんなんじゃないかなと思います。ただ今回のこの質問が JK から来るとは思ってなかったんで、だってこれ発表されるの今日は発表の風景をね、想像して言おうとしたけど無理でしょ、ドン引きされるだけですからね。いや、私この YouTube やってて唯一取得できた技があるんですよ。それはこういうトークって表面上だけで見ると下ネタっぽく思われてしまうと思うんですよ。でも私はそうではないと思ってて、それは手術した人が解説するべきっていうか、人間ってその知らないことに対しての恐怖ってあるじゃないですか。こういう性別変えた人ってその一般の方々からしたらちょっと変わり者っていうか、あんまり関わりたくないなみたいな、なんかちょいちょい聞くんで、そういうこと、いやそんなことないよみたいな、ただ手術して変わってるだけだから。でその私が YouTube やってきて唯一取得できた技があるんですよ。それはいくらこういう内容話してもなんか下ネタっぽくならないこと。今回は質問いただいた方の内容にお答えしていきました。少しでも楽しんでいただけた方や、参考になったよって方はグッドボタンの応援ボタンお願いします。グッドボタンの応援ボタンじゃなくてグッドボタンお願いします。励みになりますので。あとは最近インスタグラムを積極的に更新してますので、ツイッターよりインスタグラムをフォローしていただけると嬉しいです。どっちもフォローしていただいてもいいし、ツイッターだけでもいいですけども、フォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。